クリストフ・クラワーは、ドイツゾーリンゲン出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・ボルシア・メンヒエングラートバッハ所属。ポジションはミッドフィールダー。ユース時代9歳の時に、地元のクラブである BV ・グレイ・フラートから、バイエル・レバークーゼンに加入。しかし15歳の時の2006年に、身長の低さを理由に、レバークーゼンからの対談を宣告され、ホルトゥナ・デュッセルドルフへ移籍。 その後身長が 30cm 伸び、2008年にレバー空前ーへ復帰。2010から11シーズンにはレバー空前ーの2部チームでシニアチームとしての出場を経験した。ボーフム2011から12シーズンはスバイテリーガの VFL ボーフムへレンタル移籍し、2011年7月18日のホルトゥナ・デュッセルドルフ戦に途中出場し初出場を記録。 2012年2月25日の SPVGG クロイターフュールト戦で初得点を挙げた。2012から13シーズンはリーグサイトの852回のタックルを仕掛け、半分を成功させた。また73回のファールを与えながら、イエローカードは8枚に抑えた。ボーフムでの2シーズンでは61試合に出場し4得点を挙げた。 ボルシア・メンヒー・エングラート・バッファ2013年7月にボルシア・メンヒー・エングラート・バッフに2年間のレンタルで移籍。2013から14シーズン開幕戦のバイエルン・ミュンヘン戦でブンデスリーガデビューを飾るとシーズンを通してレギュラーとしてプレー。8月17日のハノーファー96戦で移籍後初得点を挙げた。シーズン終盤の5月には UEFA ヨーロッパリーグ出場を争う1、FSV マインツレーゴ戦、VFL ボルフスブルク戦と2戦連続でゴールを挙げ、ボルシアメンヒエングラートバッハの6位フィニッシュとヨーロッパリーグ出場に貢献した。世代別代表を経験後、2014年5月13日のポーランドとの親善試合にフル出場し、代表デビュー。当初クラマーは 2014FIFA ワールドカップの ドイツ代表候補メンバーには含まれておらず、ポーランド戦のみの招集の予定であったが、中盤の選手の事情や試合、練習での活躍が認められ、ワールドカップメンバーに選出された。ワールドカップでは、決勝トーナメント1回戦のアルジェリア戦に、延長戦、後半109分から途中出場し、ワールドカップデビュー。サミケ・ディラの負傷により、 アルゼンチンとの決勝戦では先発出場したが、31分にエセケルガライとの接触で脳震盪を起こし、途中交代。試合中の記憶を失い、主審のニコラリッツオリに試合が決勝戦であることを確認するほどであった。主に守備的ミッドフィールダーとしてプレーする。2013から14シーズンの1試合の平均走行距離が、 リーグトップの 13.1km を記録するなど、豊富な運動量を持っている。また毎日サッカー日記をつけるなど、勤勉で努力家である。暴風無時代に対戦したウニオンベルリンのキャプテン、トーステン・マツシカを尊敬し、部屋に彼のユニフォームを飾っている。幼少時は、レアルマドリードとマンチェスターユナイテッドのファンであり、レアルマドリード遺跡の報道が出た際には、 記事を額縁に入れて飾りたいと語った 2014FIFA ワールドカップ表彰式でのクラマー。ありがとうございます。